国手流から力水を受けました横綱北の海です。13日目の土俵で優勝を決めたのはこれまで23回優勝を経験している北の海にとっても初めてのことでした。24回目の優勝は13日目の土俵で横綱北の海が決めております。そして残る2日間、今日明日の土俵で北の海7回目の全勝優勝を目標にして残り2日間の土俵を務めます。東出身三保ヶ関部屋東方大関若島津、鹿児島県種子島出身二子山部屋、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。ご覧のように対戦成績通算でも若島津が7勝、北の海が5勝です。若島津リード。さらに遡りますと若島津が対北の海戦は2年前の九州場所から数えて5連勝しています。北の海が全勝優勝を果たすためにも何としてもこの若島津を突破しなければなりません。先ほど大鵬さんにもお話を伺いました。北の海の全勝優勝の期待は非常に大きいということですが、向正面は元小結若瀬川の浅香山さんです。浅香山さん、はい、これまでの対戦を見ますと若島津のあの動きの速さですね。そうですね、それにどうもついていけないような場面がありましたね。まあ、そういうことですね。まあ、その間ですね、横綱の方がちょっとこの不調でしたからね、はい、ああいうふうに若島津のその一方的な相撲になったわけですね、はい、一方的というのはね、若島津をこの左を差してですね、横綱の上手を切って、そしてこの動いておいてですね、そしてその横綱の左 の, この腰にくっついて勝ってるわけですね、はい、しかしこの場所の横綱は動きがいいですからね、なかなか左四つにもしなってもですね、そう上手を切られるようなその動きがないと思いますからね。だから今日うまく常に左くっついてですね、やっておかないとこれから先狙うのにもちょっと苦しくなりますからね。なるほどね。仕切りを続ける北の海若島津。大鵬さん、この北の海の表情がですね、仕切りを重ねるごとにこう険しくなっていくんですが、これがもう北の海のもう最も元気な頃の表情ですね。そうですね。睨み合います。このちらっと視線を右の方に送りますのは勝負審判時計係の方を見るところです。大鵬さん、やはり狙いは左四つになりますか。左、そうですね、若島津としては、まあ、前光を狙って左させたいところですよね。そうですか。時間になりました。さあ、取った若島津が寄る。ここは余裕があります北の海。右の上手はまだ取れません。右から絞ります北の海。右から押っつけます。上手取りました。はい、北の海右の上手を取りました。若島津はまだ取れません。一枚回しですが北の海右の上手を引いています。北の海が出る、北の海が出る、寄り倒しました。北の海の勝ち。北の海勝って14戦全勝です。いよいよ明日の千秋楽に全勝優勝の期待が残ります。北の海胸を合わせて上手も引きつけまして寄り倒しました。北の海の勝ちです。今日は若島津が動くことができませんでした。寄り倒して北の海の勝ち。北の海寄り倒しの勝ちで14戦全勝です。大鵬さん、若島津が右から絞りながら出ていったんですが、北の海が西の俵に詰まったところでも余裕がありましたね。そうですね。いや、これ私はね、若島津右のね、前向きでも取りに行くかなと思ったんですけど、右から押っつけに行っていますよね。押っつけてますね。左を差して出た若島津ですが、北の海が残して右から押っつけながらここで上手を引きました。これは若島津としてはまず逆にならなきゃいけないんでしょうね。そういうことですね。これまで5連敗している相手です、北の海。横綱としても意地があります。非常に負けん気の強い横綱です。そして寄り倒しました。
さあこれでいよいよ明日の千秋楽、貴の里戦に北の湖自身の7回目の全勝優勝がかかってきましたね。そうですね、そうですね。